おっそら勇者。まあちょこっとだけね。PS4 のロックマンクラシックスコレクション2のロックマン10のクリア後のおまけ特典を紹介するわ。ニューゲーム。あーちょこっとブルースマンも紹介していこうか。ブルースマン。始まりだ。出ちゃったわ。ちなみにブルースマン、お兄ちゃん体弱いからだ。どうしようかな。ここでいいか。おにぎり、おにぎり、ちょっと清めていいや。やらな、ウィカー。ブルースマンは、最大連射が2発。壁に近づかない限りは、だいぶロックマンに、火力で劣るんだ。でも、1段階チャージ。フルチャージ、スライディング、そして、ジャンプ中はシールドガード。そう。そこが、ブルースマンの、ポイント。お、これも落とせんのか。結構、うまく使えば、すごいよね。うまく使えれば。ハードモードつっても特に、あん特に変わったね。おぉあと、ブルースマンは、ノックバックが、多いんだ。確か。あれ。あ、ちょっと食らおうと思ったら逆に食らえないってどういうことだ。あ、そうか。ブルースは、専用のコイルと、専用のジェット。まあ、アイテム2号っぽいのが使えるんだ。アイテム2号があれば、楽に、エアマン、おうしゅ。おう、おう、おう、おう。危ねえな、危ねえな。よし。じゃあまあ、ちょっとティーンするまでやっていこうか。他のモードは出てんのかな？お、ちょっとシールドガードもかましたんじゃないか、今のは。あ、アイテムがしょぼくなってる。悲しいよ。おう、おやおや、はい。位置も変わってんのか。お、おや。通り抜けられないじゃん、あんなの。お次は、フォルトマン。8方向に打ち分けができるのかな ?7 方向か。7方向に打ち分けができて、ジャンプが、2段ジャンプは確か消されてたのね。ハードモード。まあいい、やってみよう。フォルテもキョロキョロするんじゃ。フォルテのファミコンバージョンなんじゃ。ここでいいか。ダッシュボタン。分けられてんのかな？分けられてるとすげえやりやすいんだろうね。ちょっと Wii だとファミコンのコントローラーみたいな感じだからまあやりづらかったからな。ダメだったね。あ、そうか。下、だからスライディングのコマンドだ。スライディングのコマンドであれと。二段ジャンプはなしと。ファミコン仕様なのに7方向に打ち分け可能。でも打ってる時は歩けないと。ああ、連射ボタンも普通のボタンも関係なく連射してくれるわ。相変わらず、ロックメン&フォルテから、ちょっと、特徴付けのためにチャージがなくなったのが辛いわね。てか火力弱くね？あ、ああ、ダッシュジャンプ丸ボタンじゃないから違和感が。すごい。よし、早い。おう、なんだい？ここ、こいつじゃなかったでしょうに。ああ、慣れるといいかもしれん。あ、さすがホルテ。獣類。おう、おう、おう、おう。こいつじゃ、こいつじゃなかったのに。どうすりゃいいのこれ。あ、おい、こいつの処理。ハードモードはこいつの処理が重要なのか。あの、ロックマンワールドの、ロックマンキラーさん。ブラッド、タンク、アンカーは、うん。あれだよね。チャレンジ解除しないとできなかった。というわけで、まあ、これくらいでね、ある意味、短くまとまってよかったような、良くないような。まあ、とにかく今回は、ロックマン10、これでおちまいだ。というわけで、